では今回もはじめの一歩考察チャンネルやっていきたいと思います。今回ははじめの一歩のキャラクターを階級差は抜きにして実力を比較した時のパウンド4パウンドランキングを独自に作って発表していきたいと思います。これまでのランキング動画と同様に主観のみで作成したランキングですのでご了承の上ご視聴ください。それでは早速いきましょう。第10位、板垣学。パウンド4パウンドランキング第10位は一歩を慕う鴨川ジム所属の板垣学を選びました。正直まだ日本タイトルホルダーですらない板垣をランキングに入れていいものか躊躇しました。しかし強敵と戦うことで極限まで集中力を高めた板垣であれば十分に世界の強豪とも渡り合えるのではないかと考えました。板垣が覚醒したのが仙道の後輩星と対戦した時です。試合開始直後いきなり聖剣好きで襲いかかってきた星の動きがスローモーションに見える板垣はノーガード状態で全てのパンチを紙一重でかわし続け圧倒的実力差で勝利を収めました。最近の板垣は確かに不調ですがそれは目標を見失い格下の相手と対戦を続けているからであって本来の実力を出し切れていないんですよね。階級差をなくし世界ランカーたちと戦うと仮定すると相手がスローに見えてしまうクロノスの能力を解放すれば誰とでも前線することは間違いないでしょう。また再起した一歩と覚醒した板垣が戦ったらどうかと考えてもハンドスピードと圧倒的なディフェンススキルを駆使すればかなりいい勝負になると考えられますね。ただし宮田と同じくパンチの質が軽い上に宮田のジョルトやコークスクリューのような必殺の KO パンチを持っていないのが板垣の欠点と言えます。板垣にはハリネズミラッシュはありますがあの必殺技で世界の強豪の意識を刈り取れるのかと考えると不安が残りますよね。また鴨川ジムに入門してからずっと幕の内一歩を目標としている板垣は一歩が現役時代はずっと目標へ挑戦することが叶わず今井に日本タイトルマッチで負けてからモチベが低下している状態がずっと続いているためメンタル面に大きな不安が残るのは間違いありません。なお板垣の現在の様子や戦績必殺技や名試合をまとめた動画もアップしております。概要欄にリンクを貼っておきますのでこちらもぜひご視聴ください。第9位、仙道武史。パウンド4パウンドランキング第9位は一歩と二度の死闘を繰り広げた仙道武史を選びました。仙道に関して不安材料となるのは一歩と同様にディフェンスが苦手という点です。作中で初登場したのが一歩と全日本新人予選で対戦した時で会長室で試合映像を分析していた鴨川会長がパンチをもらう様子を見てこんなところも一歩とそっくりとコメントしています。一歩は現役引退後にセコンドをやりながら知識経験を積む中で現ジュニアライト級世界チャンピオンボルグと互角に渡り合いカウンターを合わせるほどにスキルアップしましたが仙道は初期から最近の試合までずっと打たれ続けています。ゴンザレス戦では終盤まで打たれ続けた挙句これまで何度も右拳を骨折しているためフィジカル面で不安要素が残る選手だと思っています。そして今後控えている au リカルトとのタイトルマッチを迎えたらと考えるとネット上で仙道はリカルトと戦って再起不能引退となるのではと噂されているのもうなずけますよね。一歩も長年蓄積されたダメージによって引退に追い込まれていますから仙道も同じ道を辿ってしまうのではないかという不安は拭いきれません。ただボクシングにおいて重要視されている当て感の面において仙道の右に出るボクサーはいません。打ち始めと打ち終わりにガードがガラ空きになる必殺のスマッシュで何人ものメキシカンを KO してきた仙道は技術面のハンデを乗り越えられるポテンシャルは秘めているとも言えますね。リカルドもウォーリーの奇想天外なボクシングに序盤ずっと翻弄されていましたし仙道の野生の勘によって試合が面白くなるのは間違いないでしょう。リカルド戦については一歩もリカルドは判定で良しとするには気が強すぎる必ずどこかで応戦するその少ない接点でやってくれそうなのが仙道武史。世界ランカーを見渡しても一番期待感があると断言していますし仙道とリカルドの試合に対する期待感は増すばかりですね。なお仙道の現在の様子や戦績必殺技や試合をまとめた動画もアップしております。概要欄にリンクを貼っておきますのでこちらもぜひご視聴ください。第8位、真柴亮。パウンド4パウンドランキング第8位は近々ライト級世界チャンピオンマーカス・ロザリオに挑戦する真柴亮を選びました。真柴といえば代名詞がフリッカーからチョッピングライトへつなげる KO パターンでしたが最近では対インファイター用に右のショートアッパーも放てるようになりロングレンジからショートレンジまで幅広い戦い方のできるボクサーになりました。ただ真柴に関して懸念点を挙げるとメンタルの弱さが気になっています。かつて日本ジュニアライト級チャンピオンとして木村と対戦した際は渾身のカウンターから立ち上げ
上がってきた木村に対して恐怖したマシバは我を忘れて突進していく危ないシーンがありました。もっと遡れば足を踏む反則によって追い詰めたはずの宮田が気迫で戦う姿にパニックとなり大振りを連打してしまい、あわやカウンターをもらえそうになったこともあります。極めつけは対沢村戦で自身を応援してくれる地獄界の期待を裏切って反則負けとなったことです。どんな支援があっても世界へ挑戦する立場となったマシバが自らの反則行為で負けるというのは許されませんし、試合前から殺意を取り戻すのが課題と口にしていたことから事前にこの結末を予想していたようにも思えます。ボクシングのルールを無視したらただの殴り合いになってしまうと試合後に一歩がコメントしている通り、妹を傷つけられた因縁があったとはいえ結果的に自分のやったことが最も妹を傷つけたことを理解していないというのが痛いです。クミが試合後にやっぱり自分はボクシングを好きになれない、相手の方の無事を祈っていますと悲しそうな顔で去っていったのが痛々しかったですよね。ただ最近のマシバは伊賀戦、ガルシア戦と世界に近づくにつれ相手の反則や挑発に乗らず自分のペースでボクシングができるように変わってきています。ガルシア戦では技術で劣る分を反則でカバーしようとしますが、地獄界の声援を聞くと途中で思いとどまり反抗期は終わりだと決心しているシーンがかっこよかったですね。最近ではマシバには10代の頃から悪魔が住んでいて暴力事件を繰り返し宮田へ反則してしまった過去が明らかとなりました。これからはこの悪魔を抑え込み、サイエンスとバイオレンスを融合させたゴンザレスのように新生マシバ亮がロザリオ戦で誕生するのかもしれません。当チャンネルのコメント欄を読んでいてもロザリオ戦は仙道とは対照的にマシバ優勢と見ているファンの方が多いようなので、マシバのタイトルマッチは期待して応援したいところです。なおマシバの現在の様子や戦績、必殺技や名試合をまとめた動画もアップしております。概要欄にリンクを貼っておきますのでこちらもぜひご視聴ください。第7位、沢村隆平。パウンド4パウンドランキング第7位は一歩やマシバと名勝負を繰り広げた沢村隆平を選びました。沢村は作中でメインで描かれたのは一歩とマシバの試合のみで、戦績も日本タイトル止まりなので他のボクサーと比較すると特別すごいわけではありませんが、宮田をもしのぐ天才的なカウンターを打てる点を評価しました。沢村は一歩に負ける前までは路上で一般人相手に平然と傷害事件を起こすような悪人で、ボクシングでも勝敗より相手に反則をしたりいたぶることに執着するようなキャラでした。もちろんこれらの行為は許されることではありませんが、ボクシングを含め格闘技で世界の頂点に君臨するようなスーパースターの中には、沢村のように社会のルールからはみ出す屈折した悪人タイプがいることもまた事実です。沢村はマシバを破り日本ジュニアライト級タイトルを取ったものの、バイク事故により現役生活にピリオドを打ちましたが、もし沢村がボクシングにのめり込み本気になったとしたら世界で活躍するボクサーになっていたのではないでしょうか。事実マシバ戦の終盤で芸術的なカウンターを成立させた沢村に対し、もはや疑いようもない宮田を超える天賦の才と高村もその実力を認めていますし、一歩との対戦時にジェンプシーロールにカウンターを合わせたタイミングで余裕を見せていなければ勝利していたとも評価しています。個人的に作品の中でも一歩 vs 沢村戦は引退をかけて挑んだ名勝負だと思っていて、沢村が現役引退したことはショックでしたが、強さだけを見れば十分にランクインするだけのボクサーだと思いここで取り上げました。なお現在の沢村は意外にもトレーナーとしてボクシング業界に関わっています。第6位、ボルグ・ザンギエフ。パウンド4パウンドランキング第6位は現 IBF 世界ジュニアライト級チャンピオンのボルグ・ザンギエフを選びました。旧ソビエト連邦出身のボルグはもともとアマチュアで200戦以上の経験があり、世界アマチュアフェザー級チャンピオンにまで上り詰めています。 A 級トーナメント決勝で一歩と初対決となりますが、当時日本に来日したばかりのボルグは人気を集めるため急増のインファイタースタイルで戦っていたためにガゼルパンチによって KO されてしまいます。本来のファイトスタイルであれば当時の伊達英一ですら敗北していたかもしれないと鴨川会長が評価していることからも、ボルグの実力は群を抜いていたことがわかります。その後日本フェザー級王座決定戦で仙道と対決し判定負けとなり、一度は祖国ロシアへと帰国しました。しかし最愛の母親と死別したことをきっかけにもう一度プロのリングへ戻る決心をしたボルグは日本の一歩の元へ向かうことになります。当時沢村隆平との対戦を控えていた一歩とスパーリングをしたボルグは初見で一歩のデンプシーロールに見事カウンターを合わせたシーンがあり、ボクシングセンスの高さが伺えますよね。その後鴨川会長の浜団吉の待つアメリカへと渡ったボルグは並み居る強豪を次々に撃破し、マイク・エリオットを倒して世界ジュニアライト級チャンピオンとなりました。ボルグを高く評価したい最も大きな理由にマイク戦で見せたハングリー精神の強さがあります。マイク陣営のトレーナーが裏でレフェリーに裏金を渡し、なんとダウンしたマイクを抱きかかえて起こし試合を再開させたシーンでは、あの温厚な一歩ですらテーブルを叩き割り猛抗議しました。しかしボルグは何も言わず逃走本能だけで牙を向けてマイクに
襲いかかるんですよね。調整不足によってスタミナも尽きていたはずのボルグがもう一度マイクを倒して KO 勝利となるわけですが、このメンタル面だけで比較すればどのボクサーよりも強いのではないかと感じてしまいました。第5位ウォーリー。パウンド4パウンドランキング第5位は絶対王者リカルドに到達者だと言わしめたウォーリーを選びました。まずウォーリーは17歳の頃にたった3戦でインドネシアチャンピオンとなった天才ボクサーで、当時タイフィリピンのチャンピオンを倒して世界を目指していた一歩にあと少しで勝利するところまで追い詰めています。現に試合後に鴨川会長は、キャリアの差だけが勝敗の分かれ目だった、すでに引き出しのない一歩は二度と勝てないとその実力と才能を認めています。ウォーリーは天才の学習能力の高さがあり、メキシコ合宿では仙道が放ったスマッシュを一度見ただけでコピーし、ボルグの飛燕すらもマスターしてしまいます。リカルドへ挑戦する時期を遅らせて、もっとキャリアを積んでいけば現役を引退する未来は変わっていたのかもしれません。一歩に敗北してから世界各地を渡り歩き、大会の選手となったウォーリーは序盤はリカルドを圧倒するフットワークとハンドスピードで攻め続けますが、コーチの低酸素によるスタミナ切れによって中盤に捕まり敗北してしまいました。ただもし試合会場がコーチではなかったとしたら、ウォーリーのペースで中盤以降も試合は進んでいったかもしれないと考えると、その強さは相当なレベルに達していたと言えるでしょう。なお、ウォーリーを撃破したリカルドの現在の様子や戦績、必殺技や名試合をまとめた動画もアップしております。概要欄にリンクを貼っておきますので、こちらもぜひご視聴ください。第4位、幕内一歩。パウンド4パウンドランキング第4位は宮田のライバルである主人公幕内一歩を選びました。主人公なのに4位と思われる方もいるかもしれませんが、一歩の場合他のボクサーと比較して気になるのがインファイトしかできないというところですね。ただし長年の現役生活で鍛え抜かれた体幹はトップレベルなので、普通のボクサーが 2,3 発で止まってしまう場面でも 4,5,6 発と体勢を崩さず連打できる強さがあるのは大きな魅力です。長年トレーナーとしてミット打ちを続けてきた鴨川会長は、引退後の一歩のパンチを受けて強くなっていると確信していますし、最近ではトレーナーとしてミット打ちを続けた成果としてボルギア仙道とのスパーで現役時代ではなかったカウンターを合わせられるようになっています。また仮想ロザリオとしてマシュマのスパーリングパートナーを務めるためにサウスポー型のデンプシーロールを習得していますし、あとは課題となっている左の使い方がきちんと定まれば、宮田やリカルド、高村にさえ肉薄するほどの実力を身につけるでしょう。懸念点としては、作中でも何度も話題になっている一歩の目線の高さ、つまり目標です。一歩は作中でも何度か、自分は本当に世界チャンピオンになりたいと思っているのか、世界を目指したいのかと自問自答するシーンがありました。宮田戦が流れてからの一歩は世界を目指すと決めた後も前向きに戦っているようには見えませんでした。メンタル面において世界の強豪たちは地位、名誉、プライド全てをかけて命がけで戦っているわけですから、本人が言うようにボクシングが好きという気持ちだけで渡り合えるとは到底思えません。宮田との再戦が流れた時も、強さとは何かを追い求めて世界へ挑戦する決意を固めていましたが、一歩は後に地味戦や下道戦に関して望んだ対戦ではなかったとコメントしていることからも、メンタル面においては他のボクサーより大きく劣っているのは間違いないでしょう。ただ一歩は強打を連打できるだけの回転力と体幹があるため、仙道がゴンザレスに勝利できたように相手がパンチ力にビビって戦況がガラリと変わる可能性は大いにあると思います。なお一歩や仙道、高村といったハードパンチャーが一撃で派手に KO する名シーンを解説した動画もアップしております。概要欄にリンクを貼っておきますので、こちらもぜひご視聴ください。第3位リカルド・マルチネス。パウンド4パウンドランキング第3位は現 WBA 世界フェザー級チャンピオンリカルド・マルチネスです。リカルドは21歳でチャンピオンとなってから以降10年以上ずっと防衛記録を伸ばし続けています。連載初期から登場しているリカルドは未だにその実力は謎のベールに包まれているところもありますが、直近で対戦したウォーリーとの対決では野生の勘で戦うボクサーとの相性の悪さを露呈することになりました。しかし事実上の世界王座統一戦と銘打たれた元 WBC 世界フェザー級チャンピオンビリーマッカルムとの一戦では、なんと左ジャブ一本で相手のガードごと叩き壊してしまうという一幕があり、実はパンチ力も世界一なのではという見方もできますね。ただし同階級で防衛戦を繰り返し続けたリカルドは、重量級ですでに3階級制覇を成し遂げた高村と比較すると経験値の面で劣っていると思われます。また一歩や仙道、宮田や高村といったキャラは自分より格上のボクサーと戦って勝ち上がってきた経験がありますが、リカルドは防衛戦というある意味チャンピオンとして優遇されているリング上でしか戦えていないというのが気になるところです。ただウォーリー戦の終盤で見せた悪魔のような笑みを浮かべた表情が気になるところですね。ゴンザレスのミキストリモードのようにタガが外れた時のリカルドがどのような強さを発揮するのか、今後予定されている仙道との一戦で明らかとなればまたパウンド4パウンドランキングの結果も変わってくるでしょう。なおリカルドの現在の様子や戦績、必殺技や名試合をまとめた動画もアップしております。概要欄にリンクを貼っておきますので、こちらもぜひご視聴ください。第2位宮田一郎。
パウンド・フォー・パウンドランキング第2位は一歩の永遠のライバルである宮田一郎を選びました。作品初期から一歩との決着をプロのリングでと言っておきながら何十年も経過してしまい、すっかり宮田の人気も冷めてしまったように感じる人も多いと思います。しかし階級差がなくなり原料区の問題をクリアした宮田であれば、下手をすれば高村をも凌駕する実力を発揮するのではと思っています。まず宮田はパンチの質が軽いという弱点はありますが、全体重を乗せたジョルトブローを習得してからはある程度の攻撃力の補強ができていますし、一歩との再戦に向けて自らインファイトを仕掛けられるテクニックも身につけています。加えて宮田の代名詞であるカウンターは一級品ですから、攻めに入っても守りに入っても相手を倒しに行けるタイプのボクサーなんですよね。ボディやフック、アッパーといったストレート系以外のパンチが苦手な欠点もありますが、バランス面において井上尚弥選手に最も近いタイプのボクサーではないでしょうか。さらにランディ戦で見せたコークスクリューブローによるカウンターを習得すれば、いずれは宮田も世界チャンピオンとなる未来は十分にあり得ると思っています。ボクシングという競技において何よりも重要視されるのがスピードですが、宮田が全力を出せばパンチを出しながらも相手のパンチを避ける、ガードするといった攻防一体のスタイルで長丁場を戦い続けることができるため、パウンド4パウンドランク2位と言っても決して言い過ぎではないでしょう。なお宮田の現在の様子や戦績、必殺技や試合をまとめた動画もアップしております。概要欄にリンクを貼っておきますので、こちらもぜひご視聴ください。第1位、高村守。パウンド4パウンドランキング第1位は鴨川ジム所属の高村守を選びました。正直戦績だけを見ればリカルド・マルチネスの方が勝っているのではとも思いました。しかし高村は世界ジュニアミドル級チャンピオンブライアン・ホーク、世界ミドル級チャンピオンデビッド・イーグル、そして世界ミドル級2団体統一戦でリチャード・バイソン、さらに世界スーパーミドル級チャンピオンキース・ドラゴンをも撃破しています。高村はすでに重量級で日本人初の3階級制覇を成し遂げていますし、ここからヘビー級まで6階級制覇をも狙う頂きの高さを考えれば、高村に軍配が上がると見て間違いないでしょう。一方でリカルドは60戦以上戦って無敗の伝説の王者ではありますが、今のボクシング界では同階級で防衛し続けているというだけではやや物足りなさを感じますよね。高村はデビュー当初は重量級のスパーリングパートナーも見つからず、強すぎるがあまり試合もなかなか決まらずと意外に苦労人の一面もあります。そこから日本タイトルを取り、ジュニアミドルでホークを撃破したことで世界レベルのボクシングを体感した高村は徐々にその強さを磨いていきました。最近ではスーパーミドル級へ階級を上げたことで減量によるスタミナ不足問題が解消されて、キース戦では今まで2分間が限界だったスピード地獄を維持したまま圧力をかけています。キースのパンチを利き腕ではない左手一本で弾き飛ばしていますし、高村は階級を上げたことで溢れ出るパワーを制御しきれず、なんと世界戦の最中にドラミングをするという衝撃シーンもありました。結局キース戦では足の怪我が原因で中盤から苦戦は強いられたものの、これまでの世界戦と比べれば早い決着をつけることができています。なお高村の現在の様子や戦績、必殺技や名試合をまとめた動画もアップしております。概要欄にリンクを貼っておきますので、こちらもぜひご視聴ください。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。コメント欄にご意見やご感想何でも書き込んでいただけるとチャンネル運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。また当チャンネルでは毎週水曜日と木曜日に動画配信しておりますので、お時間合う方はチャンネル登録もぜひお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。